質問は救いとは何かと、ね、救いとは何かと、ね、じゃあ大無量寿経で救いとはどう教えられてるか、ね、20ページ、これは法蔵菩薩が、ね、誓われたお言葉です、ね、ここに、ね、救いとは、救いとは20ページの左から3行目ね、一切の苦苦にために代案をなさん、ね、一切の苦苦にために代案をなさん、これが法蔵菩薩の救い、阿弥陀仏の救いってことです。これをどう説明するか、これが大事ですよね。苦苦って何ですかと、クク、ね、って何ですか、クク、クク、ね、っていうのは苦も恐れ、苦も恐れです、ね、つまり私自身が、ね、不安におののいて恐れているという世界の中にいるってことです。そうするとね、いやそれはどういうことなんだろうって話になりますので、さっきの話、さっきの話で言ったならば、十二年の話をちょっと思い出していただきたいです。十二年の話で、私たちにはプラスの我とマイナスの我があると、ね、こういうふうに話をしました、ね、このプラスの我、マイナスの我に分ける心を仏教では分別心っていうふうに言うんですね。分別心、分別心っていうのは、ね、プラスの我を、ね、善人、マイナスの我を悪人というふうに置いてるわけです。そして私たちは自分自身を二つに分けて、この悪人の側の自分をね、徹底的に否定してるんです。なぜか分かりますよね。私たちは自分は一つでなければならないと思ってる。一つで、ということはプラスの側が本当ならマイナスの側は存在してはいけないってなってるわけです。ね、存在してはいけない。だから私たちはこのマイナスの我が見えた時に、思いっきりこのマイナスの我を否定するんです。そしてマイナスの我を見せた相手を否定します。よくも私にこういう姿を見せてくれたなと、あなたがこんなことをしなければ私はこういうものを見なくて済んだ、ね、こうやって否定してる。そして私たちの、ね、魂はこのプラスの側マイナスの側どちらの方についてると思います？マイナス。そう、マイナスなんです。こっち側に私たちの魂があるんです。だから私たちの魂は自分自身のね、自分自身がこの善人でありたいがゆえに否定されて恐れおののいてるんです。
私が作り出したこのプラスの我という鬼によってね、この鬼によってマイナスの我が思いっきり否定されている世界の中にいるんです。だから私たちは善人でなければならない、善をしなければならない、悪人になってはいけないってなってるんです。そして自分の中の悪が見えた時に思いっきり否定する。救いとは何か。救いとはこの悪人になっても許してもらうことなんです。だから阿弥陀仏はこのプラスの我を救いたいんじゃなくて、マイナスの我の方についている魂を救ってあげたいと誓われた。だからククというのは自分の中で作り出した鬼が自分自身を否定して恐れおののいているってことなんです。そこに本当にね、あなたは悪の部分があるけどそのままでいいよ、そのままでいいんだよ、そのままで否定されないんだよ、ね、そういうふうに許してもらいたいんです。ありのままの自分でもいいよって言ってもらいたいんです。それが救いなんです。少なくとも阿弥陀仏の救いっていうのは、ね、だから信心をいただくと、このマイナスの部分を絶対的に肯定してくだされる方が自分の中に入るんです。だから救われるっていうふうに言うんです。だから救われて、あ、幸せ幸せ幸せじゃなくて、本当になんか自分の中でね、今までは底なし沼の中にいたような自分がなんか大地を持つんです。大地を、ああ自分はありのままでいいんだな、このままでいいんだな、ね、そんなに背伸びをしてよく見せなくてもね、かかとをつけて普通に普通に生きていていいんだな、こうじゃないといけない、ああじゃないといけないって思ってたけどそうじゃない、このままの自分でいいんだな、このままの自分を肯定できる、このままの自分で、私たちはずっと善人の方だと思ってますけど、ね、悪人の側の自分をこのままの自分でいいんだなっていうふうに肯定できる世界、これが救いなんです、ね、それがあったらどうするんですか。これがあったら、いや私救われてるんです。はい、それは仏教じゃない、神様、統一教会、はい、この話を聞いてほしかったんですよね。これが本当に救われてるということなのかということを聞いてほしかったんです。はい、そして確認したかっただけなんですよね。はい、だから私はあの岡本さんがね、この仏教岡本書いてたんですよね。はい、あの人の仏教を学ぶとき、毎回最初に東京行ったんですね。はい、その時に岡本さんに言ったんです。あの、私は救われてるんですと、はい、救いたいのは妹なんだと。それが岡本さんとの最初だったんですよね。はい、そこで救われてるから私は岡本さんに聞いたんです。これは増上マンですかと。その時否定されませんでした、岡本さんはね。でもこんなことをね、この場で言うとか、これがもう嫌だったから、私はね、上田さんと直接ね、とことん聞いて話してね、聞いてほしかったんです。それは神様を捨てた時です。自らを求めて地獄へ行ったんです。しかし神様はそこにおられたんです。私が捨てたのに、捨てたのにそこで救われたんです。だからもう怖いものとかそんなものはどこ探したってないし、恐れるものなんか一切ないんですよね。
のは分からないんですよね。この仏教の教えを聞きながらね、救いって何だろうって言ったよね。私は仏教を学んでもない、その時からね、まあそれはあの統一教会来た時もそうでしたけど、命捨ててきましたし、そしてそうやって生きる自分も不思議だったしね。そしてもうやめて、こんなとこってもしゃあない、諦めてね。でもせっかくここに来てね、何もつかまずにね、そのまま終わるのも尺だと思ってとことん勉強しましたね。統一教会のことを知ろうとしてね、正しく知るためですよ。そしてもうはっきり確認してね、やめました。それでもそこにおる人たちがいるから、非常にこれがまた傲慢な言い方になるんですけど、その人たちを救わなきゃいかんと、そういう心でやってきたんですよね。だから私は本当に最後をかけて、会社も辞めてね、仕事も辞めて、そして失業保険をもらいながらね、半年間、その間に行動を起こしたんです。その時私は救われたんですね。神様を捨てて救われたんです。救われてるんです。捨てたんじゃない、捨てたけど救われたんだ。だから神様を捨てるということはどういうことか分かってますし、それがまさに地獄行きだと覚悟を決めて私は捨てたんです。その話はここで簡単にできる話じゃないんですね。だから私は今でも言えるんです、救われてるんです。これは仏教じゃなかったから、仏教じゃなかったんです。信仰の大嫌いな私が、大嫌いな統一教会に全てをはたいてきてね、間違ってる、叩き潰した。でも正しければ当然その道を行くと、厳しい道、それが信仰の道であると私はそのように思ってましたので、その厳しい道来ましたけど、しかし蓋を開けたらもう話にもならない、諦めて、ね、そしてそこにおる林、これが川田さん正しい伝道をしましょうと言ってやってきた、これがまた悲惨でしたね。そういう中で親も兄弟も大切な家族も未成になりました。でも私は神を捨てた時、そこで救われたんです。で、俺は私は上田さんにも聞きたかったんですよね。仏様は五逆罪、方々罪、仙台は除くと、この言葉を仏様が言われたんだったら私のは違うんです。私は難しい言葉で言いません、逆方の屍とか何だとか勘だとか言われてますけど、私は方々罪の人です。五逆罪の、いや違う、私は仙台です。その仙台が救われてるんです。いやいやいや、ちょっと待って、川田さんは仙台の意味が分かってないんですよ。だって死ん中の人いました、要するにどこにもならん。仙台っていうのはね、本当に心を失ったゾンビみたいな人なんです。僕もね、神学で勧誘してました。先代っていうのは本当に、あ、こういう人が先代だなという人に出会ったことがあるから分かります。本当にね、その自分で考えることができない、ね、右に行くとか左に行くとか自分の自由意志で考えることもできない、
ね、そういう人を先代っていうふうに言うんです。だから川田さん、自分は先代じゃないかって思ったかもしれないけど、先代っていうのはね、本当に先代という人がいるんです、世の中に。で、川田さんじゃない。本当に先代は助かりません、こういっちゃなんですけど。なぜか、もう仏教聞けないもん、理解できない、生きてない、本当に死んでる、生きながらにしてゾンビ状態、それが先代なんです。五逆、五逆ってどんな人か知らないんです。五逆っていうのはね、恩を受けてあだで返す人なんです。川田さんがね、五逆だったらこんな人たちが集まってない。ね、五逆ってもう本当に言うんです。五逆ってもう一生懸命頑張ってるのにね、簡単に切ってくる人なんですよ。いとも簡単に。僕も五逆の人に何回も出会った。一生懸命この人頑張ってね、導いていこうとした。でもちょっとした縁でズバッと切ってくるんです。ああ、もう五逆だ。本当に助からない。ね、方々。方々っていうのはね、法をそしる罪なんですよ。法をそしる、法を曲げる人なんです。自分の都合で。川田さんはね、自分は正しいと思ったことを曲げない。そんな曲げない人が方々なんて言わないんです。方々ってのはね、あからさまに正しいっていうことをですよね、自分にとって悪人になりたくないから徹底的に否定する人なんです。ならね、それは方々でもないんです。しかも信心はね、五逆方々先代を除くっていうのは、五逆方々先代の心をね、ちょうど海に死骸を入れたら、ね、その死骸がバクテリアの力によってね、ね、だんだん腐ってなくなっていくように、五逆方々がなくなるの、信心は。だから私は五逆方々です。じゃない。本当に、ね、私は仏法を伝えてきたから分かる。本当に五逆方々っていう人じゃないんです。でもね、でも、川田さんが救われてるかって言ったらね、半分救われていて、半分救われてないんです。なぜか、まだ自力があるんです。打ち任せきってないんです。自分のまだね、仏様にこうね、こう支えてもらいながら、でも自分の足で、自分の意地で進もうとしてるんです。それは本当に救われてるっていうことにはならないです。本当の救いっていうのは全てをね、打ち負かせた世界なんです。だからそこに人間のいろんなこだわりみたいなものはない。でもね、川田さんみたいな救いだったら僕だってそうでした。僕だってその自分で頑張らなくちゃいけない、自分で全人類に伝えなくちゃいけない、自分がこう頑張らなければっていう気持ちでね、もうなんで分かってくれないんだってやってました、ね、それはやっぱ自力がかかってたんです。だから救われてる、まあ救われてますよ、救われてますけど、本当の救いではないってこと。だから仏法の救いじゃないんですよ。いや、仏法の救い、何度も言うじゃん、仏法の救いっていうのは仏法と出会ってるかどうかじゃないって言ってるんです、うん、仏法と出会ってるかどうかじゃなくて、自分の中の悪がね、許せるかどうかなんです。自分がね、神を捨てたっていう、言ってみたらね、自分の中の悪になったわけでしょ。そこに仏様がいた、まあ神様がいたかどうかわからないですけどね、僕の場合はね、竜神だと思いました。こいちゃなんですけど、あの仏法と出会ったから阿弥陀仏だったんだとね、なったわけで、僕の場合は竜神だと思ってましたから、ね、仏法に救われたわけじゃないと、こういうふうにね、だから信頼会でも上田は竜神だったから、だから違うとか言ってるわけですよ。いや、でも僕は竜神だと思ったわけで、竜神信仰だったからね、ね、うちの母が
ね、金龍が白龍が金龍になる時にね小宝祈願に行ったらねそれが私が生まれてって、ね、そして本当にその、ね、龍の力のごとくね私は救われたわけですよ、ね、でも確かに救われました。苦しみ一瞬のうちに抜けました、ね、そしてもう燃えるがごとき、ね、熱意で頑張り続けました、ね、でも僕はこの教えが素晴らしいから仏法に出会ってるんです。仏法は、ね、仏法の力によって救われたわけじゃない。だけど私はこの仏法こそ、ね、人に仏法を、ね、人に教えを伝えるときに 最強の武器になるものだと思ったわけです。これこそ、ね、例えば川田さんは私は救われたと言った。でもカーズさんのような救いはこの人たちは全員味わうことはできない。できない、ね、それは一部の人しかできないものだ。私もみんなが救われるように一生懸命話をしてきた。でも、ね、誰も救われない。救われたっていう人はね大体僕と縁のなかった時に救われてやってきた人たちだ、ね、だからあそうなんだ、僕が話をして救う、救いに導くことはできない。でも救いっていうのは阿弥陀仏の救いっていうのは十方衆生だから、つまり、ね、不思議な力を持ってしなくても誰でも救われる道なんです。誰でも救われる道があるんです、ね、川田さんが救われてほしいって言ったとしてもね、川田さんと同じような救いは預かることができる。例えば僕が木村さんに僕と同じ救いを味わえって言ったとしてもね、清盛さんは僕と同じ救いを味わうことはできない。だけどこの救いは誰でも救われる、誰でも、そして誰でも幸せになれる。だから救いとは何か、ね、誰かの特殊な救いではなくてみんなに関係する話をするわけです。私は私のしたね特殊な特別な救いについてね話をしても、それはね、私も分かってもらいたいっていう時期があったんです、ね、その何て言うんですかね、私は救われたっていうことをこう言って上田君、本当に救われたんだねっていうふうにね言ってもらいたい時期がありました、ね、だけど今の僕はね、もう救われてるとか救われてないとか別にね分かってもらいたいっていうふうには思わない、うん、思わない。いや私も思わないんですけど、うん、ほんで不思議だからね、うん、だって信頼が来たってこんなことやったってと思いましたよね、うん、ここで救われやせん。だから僕はみんなが救われる、ね、お経のお言葉をあげて、うんね、ここにククって書いてある。このククっていうのは、ね、私の心の中に、ね、鬼がいる。それは川田さんの中にまだいるの。いる。私には見える。そう。だから確かにね、その神様に救われたかもしれない。でも本当の救いではないわけです。本当にもっとね、もっと心が楽になる世界がある。もっと。その、なんていうんですかね、川田さんも、本当に一生懸命頑張って走っている世界なんですよ、うん、でも本当の救いっていうのはね、本当にその力が抜けるんです、うん、本当に肩の力を抜いて本当にね、本当に楽しいから幸せだから。ただ私が仏法を伝えてるのはね、使命感に燃えてとかねそういうのじゃない、うん、いや皆さん本当この仏法って幸せな教えなんですよと、ね、こんなすごい教えみんな知ってほしいよと、これは面白いよと、ね、いやはっきり言って学校の勉強で絶対面白いって、ね、そういうね、なんかこう知ってほしい、分かってほしい、だってそれが楽しいんだもんっていうね、うん、その昔はですよ、僕も昔は超使命感に燃えてました。もう燃えるが本当に、そして なんで分かってくれないんだみたいな感じでやってました。本当に。でもそれが、なんていうのかな。
力みがあったんですよ。だからそういう意味で私はあの当時はまあ救われてたかも、阿弥陀仏には救われてたかもしれないけど、本当の意味の救いには預かってなかったと。阿弥陀仏が言うような一切の苦空、ね、に代案をなさいと言われている、その苦空を取り除かれたわけじゃない、ね、そういちはなんですけど、私は、ね、阿弥陀仏に救われてからね、仏教の教えを一から進んできました、ね、つまり救いとね、その仏教で教えられている悟りを開くって全く別物なんです。だから一から勉強し、一から求め、一から進んでいきました。だからああそうなんだ、やっぱりね、そのなんていうんですかね、こういちゃなんですけど、川田さんの救いっていうのはね、川田さんの力じゃないわけ、うん、だけどこの救いは本当に自分が求めて、自分が進んで、確かに自分が変わって、自分が別物へと変わって救われていく道なんです。こっちの方が私は大事だと思うから、自分が救われてるかどうかってあんまり問題にしない、ね、聞かれたらもちろん救われてますよとは言うけど、でもそんなことどうだっていい、ね、だって そのことよりも私にとって本当に得たなって思うのは、仏教の教えに、ね、従って進んで身につけたものが本当に私にとって宝だなって思うんです、うん、もちろんこの信心がなければね、その仏教の教えをこの世界においてね、明らかにすることはできなかった。だからそういう意味では信心は必要です。でもそれ以外はね、皆さんと一緒なんです。本当に分かってるんですよ、皆さんと一緒。なんかね、もう本当上田さんは特別じゃないかとかね、そういうふうに 見られちゃうけど、そうじゃない。本当に私も一から真摯に求めてきたんです。特殊ではないんです。もちろん説法力は特殊ですよ。これは多分真似ができる人はいないと思う。この説法の力はですよ、本当に 人が真似ができる道ではないというふうに、だから後継者なんていないだろうなというふうに思っちゃうんです、ね、だけどその川田さんとはもしかしたらできるかもしれないですけど ねだけどその悟りとかね、信心、いわゆるその自分自身がどれだけね理解して悟ってきたかっていうことは、私自身も一求道者としてね、真摯に求めてきた結果なんです。それは私も得られたように皆さんも得られる。そして私がこの得ている境地は皆さんも普通に得られる。それが仏教に教えられているから仏教を説いているんです、ね、私は別にね、仏教専門家ってことじゃないんですよ。人が幸せになるならどんな教えでもいいんです、ね、統一教会であろうが、キリスト教であろうが、イスラム教であろうが、どれでもいいんです。人が幸せになるなら。でも人が幸せになるための教えは仏教にしか説かれてない。だから仏教を説いてるんです。だからこそ救いはっていう質問に対しては、皆さんにとって本当に関係のある救いを話をするし、ね、そして必ず皆さん、そんな難しくない、本当救われるっていうことは。いや難しくないっていうのは難しくないけどね、本当に求めるのには時間かかります。今話したことが、あ、例えば今話したことが悪人ね、これが否定しているんだとか、自分の中でこう否定しているんだっていうことに気づくだけでも相当かかります。何回も何回も聞かないと、ああこれ否定してるわ、いや怖いなっていうふうにね、気づいていけるようになるまでには結構聞かないといけない。でも聞いて分かったらね、あ、これがこれを否定しなくなる世界に出たらすごく楽になるだろうなって分かります。すごく。ああ救いってそこにあるんだということが分かります。そういう意味ではね、川田さんも、まあ、仏教じゃないところでね救われた、それは別にいいと思うんですよ。僕だってそうですからね。ただ親鸞会では絶対認めてくれます。親鸞会では絶対認め
こんなに戦法できてるんですよこんなに武器を分かっていながら、ね、でも認めてくれない。どうしてなんです、あと何をどうしたらいいんですかっていう。振りとか真似とかじゃ絶対できないわけです。でも言わせていただければね、まだ救われてないんです。それは神様には救われたかもしれないけど、川田さんの心自体はまだ救われてないんです。それは私自身も通ってきた道ですから、よくわかります。まだ川田さんの中ではその善人にこうならなくちゃっていう気持ちが強いんです。自分のこの意思で善人にならなければっていう思いがあるんです。それをその力みみたいなものを捨てた時に、ああこんな楽でこんなに進める道はないんだなっていうことが分かりますか。大丈夫です。ね、僕見ても本当力みないでしょ。力みあります。これが、ね、前はすごい力みだったんですよ。すごい、ねえ清原さん、本当ですね。すごかったでしょ。変わりましたよね。本当すごい力みがあったんですよ。うん、すごい分かってくれみたいな、そういうこう全人類にぶっぽーってみたいな、そういうすごい力みがあった。本当すっかり抜けました。この力みが抜けないとね、本当に相手に合わせて話はできないし、あとね、やっぱり自分の間違いが 見えた時に反省できない。自分を維持しようとしちゃうから、ね、仏様っていうのはね、相手に合わせてね、子供に対しては子供のごとく話をし、大人に対しては大人のごとく話をし、女性に対しては女性の友達のごとく話をする。こういうのが仏様ですから、だから相手に合わせてグッと入る話さえできれば、力みなんていらない。まだもう人なんか一皮むける世界ありますから、楽しみ。ですけど、力無限はたった一つ、力みというならね、簡単なことです。驚愕です。これがね、私、いや関係ないですよ驚愕関係ないですよ。驚愕は、いやいや、言葉がね、言葉で伝えようとするでしょう。言葉知らなかったら、うんね、言葉だけ知らないんだったら僕は徹底的に説明しますよ。一つの言葉から、例えば善人とは何か、悪人とは何か、魂とは何か、一つ一つとことんまで話をします。その言葉じゃないんですよ。要するに表現する力があればね、相手に合わせて話できるじゃないですか。いやいや、それはね、一つの言葉をより深く知るってことと、うん、あとね、やっぱ説法の上手い人の説法の道筋みたいなものを覚えてるんです、うんうん、それ説法には流れがあるから、うんね、ポイントと流れがあるから、それを一つ一つ覚えていくんです、うん、だからそのためにはね、やっぱこの言葉の意味をちゃんと理解することがね、うん、仏法ってのはね、何が大事かって、言葉の意味を正確に理解することが大事なんです。これが大事なんです。これがあとはその言葉の意味をね、ちゃんとずらさないようにきちっと説明するだけなんです。でこれが結構ね、
結構みんなブレブレなんですよ。で僕も本当こう見ててこう聞くに耐えない場所だ。いや違うでしょそれ、それこの言葉と全然合ってないでしょとかね、この言葉の意味なんです。例えばこのククっていう言葉は自分の中の鬼が自分を責めている姿なんです。それを想像していただきたいと思います。これが恐れている、恐れを生み出している姿なわけ。これを外さずに説明するってことなんです。だから仏法にはちゃんと外してはいけない言葉の意味っていうのがあるわけです、ね、それを一つ一つきっちり理解していくことが大事なんですよ、説明する上で。それが適当になると本当適当な話になっちゃうんです。だからそこを本当に曲げないっていう、それが仏法を話をする上で大事なことなんです。だから言葉一つ一つの正しい理解っていうのがすごく大事なんです。例えば鬼っていう言葉があるけどね、鬼っていうのは正しいところに立って悪を徹底的に否定して責め立てるものが鬼とかね、そういうふうにこう一つ一つの意味をきっちり理解していくことが大事なんです。これと力みは違う、うん、でもその力みは簡単には取れない。本当に純粋に人に仏法を伝えていって話をしていって、そこでいろんなことを経験して知らされるもの、一番は本当に良かれと、本当に自分の中で良かれと完璧に思っていたことが間違いだ、間違いだった、知らされる経験が、分かっていただけたでしょうか。はい、はい。